瀬名は天下人徳川家康の正室である。戦国の女性あるあるだが、瀬名の生涯もまた過酷だった。順風満帆なのは幼少期までで、家康と結婚したあたりから相当過酷な生涯を送ることになる。そして最後は夫家康によって自害に追い込まれるのである。チャプター1、家康との結婚。1540年代頃、瀬名は生まれる。瀬名の出生に関しては記録がなく、詳しい出生年は分かっていない。家康と同年齢か少し年上だったという説が通説となっている。瀬名は東海地方で絶大な力を持っていた今川義元の姪だった。義元氏、名門今川家で瀬名は比較的穏やかな幼少期を過ごしたと想像できる。誕生から十数年後、瀬名の生涯を決定的に変える出来事が起こる。お前も年頃だ、そろそろ結婚を考えてもよいだろう。はい、義元様。結婚か、結婚か、どんな人が私の旦那様になるのだろう。よろしくお願いします。は、瀬名の結婚相手は松平元康だった。えへへ。え、人質の子じゃねえか。この時家康は人質として今川家に置かれている男だった。名門今川家の姫である瀬名と人質という立場の家康、身分的に格差のある二人であった。この格差婚に瀬名がどのような感情を抱いていたのかは想像するしかない。しかし後の展開を考えると、瀬名としては不満のある結婚だったのかもしれない。そう勘ぐってしまう。いやー、照れますね。そうですね。まあまあ、彼もなかなか立派な男だぞ。はあ。結婚に際し、瀬名の父関口近長が家康の後見人となった。何はともあれ、夫婦となった瀬名と家康、結婚から2年後には長男松平信康が誕生。信康。そのすぐ後にも長女亀姫を妊娠している。亀。不満はあったかもしれないが、瀬名と家康の結婚生活はそれなりにうまくいっていたように見える。そんな二人の生活を一変させる出来事が起こる。チャプター2、苦難の連鎖。1560年、桶狭間の戦い。今川義元が隣国である尾張織田領に侵攻し、織田家当主織田信長と戦を行う。今川軍の兵力は2万5000、対する織田軍の兵力は約3000。圧倒的兵力差のため今川家の圧勝に終わるだろうと思われていた。今川軍の兵力なら織田軍を圧倒するだろう。しかし今川軍は大敗した。今川義元は討ち取られ、今川軍は総崩れとなった。そんな、義元様が亡くなった。叔父義元の死は瀬名の生活の根幹を揺るがした。さらに戦後にも瀬名にとって衝撃的な出来事が起こる。夫家康の今川家からの独立。義元亡き後、家康は今川家には戻らず岡崎城へと入った。人質生活からエスケープ。なんですって。さらに家康は義元を討った因縁の相手である織田信長と同盟を結ぶ。なんですって。なぜ義元様を討った織田信長なんかと同盟を、今川家と完全に敵対するつもりなの。この時瀬名は子供たちと共に今川家の拠点である駿府にいた。夫家康が織田家と同盟を結んだことで、瀬名と子供は今川家で人質のような生活を強いられた。お前の旦那、やりたい放題だな。あわわわわ。追い打ちをかけるようにさらなる悲劇が瀬名を襲う。岡崎城に入った家康は今川家の新当主今川氏真に対して瀬名と子供たちを岡崎に送るように交渉していたが、氏真に拒否されていた。うーむ、さすがにただでは渡してくれぬか。渡すわけねえだろ。そこで家康は氏真のいとこの城を攻め落とし、子供二人を生け捕りにして人質交換を提案した。氏真様、この二人と私の妻子を交換してください。なんと強引な。この人質交換によって瀬名たちは家康のいる岡崎へと送られた。あの野郎、やりたい放題しやがって。氏真は家康の一連の行動に激怒した。そして氏真は今川家に残っていた瀬名の両親を自害させた。父上、母上、
夫家康の行動によって両親が殺された。この時の瀬名の心境はいかほどだっただろうか。チャプター3、信長の娘。人質交換によって今川家の駿府から岡崎へと移り住んだ瀬名だったが、家康と対立する今川家出身の彼女の待遇は良いものとは言えなかった。瀬名は岡崎城に入ることは許されず、城外の屋敷で暮らしていた。なぜ私がこんな扱いを受けなければならないのか。なぜ私が、なぜ私が。夫家康との関係は冷え切っていたと考えられている。辛い状況に置かれた瀬名をさらに追い込むような出来事が起こる。1567年、息子信康が織田信長の娘徳姫と結婚させられる。瀬名にとって信長は叔父義元の敵であり、親の死も招いた元凶ともいえる因縁の相手であった。信長の娘、うん、そんな因縁もあって瀬名と徳姫の関係は良好でなかったと考えられている。1570年、家康は元服した信康に岡崎城を任せ、自身は浜松城へと移った。瀬名は家康にはついていかず、信康と共に岡崎の地に留まった。信康が岡崎城主となったことで瀬名は城内に入れるようになった。信長の娘、瀬名と徳姫、緊張感の漂う姑と嫁の共同生活が始まった。1576年、徳姫は長女を出産、翌年には次女を出産した。しかし跡継ぎとなる男子はなかなか生まれなかった。また女の子ですね。すみません。この状況に業を煮やした瀬名は信康に側室を迎えさせた。信康、あなた側室を持ちなさい。はい母上。そんなこともありながら瀬名と徳姫の関係は悪化の一途をたどった。いつしか信康と徳姫との関係も悪くなったという。そしてある時、徳姫の我慢が限界を超えた。チャプター4、最後。1579年、徳姫は12箇条の断崖文を用意し、父信長に届ける。おお、娘から。内容は夫信康と姑瀬名の悪行を暴露するものであった。瀬名は私のことを役立たずと罵る。信康は残忍な殺人者である。瀬名は武田家と内通している。お、断崖文の中には瀬名が武田と内通しているという内容も記されていた。信長と家康にとって武田家は宿敵であり、そんな相手との内通疑惑を信長は見過ごすわけにはいかなかった。徳川殿、信康と瀬名を処刑しろ。信長は家康に信康と瀬名の処刑を命じた。それから間もなくして瀬名は家康の家臣によって斬首された。享年不明。なぜ私が死なねばならぬ。なぜ私が。瀬名の死から十数日後、信康は自害してこの世を去った。瀬名と信康の死後、岡崎では疫病が流行ったり不審火騒ぎが起こったりした。そのため瀬名と信康の怨霊の仕業だと噂されたという。処刑された二人の境遇を考えると、そんな噂が立つのも納得できる。信長の命令により家康が瀬名と信康を処刑させた。これが通説である。その一方で次のような説も注目されている。信長が処刑を命じたわけではなく、家康が自主的に処刑を判断し実行した。この説に関しては次回の松平信康の生涯で紹介していく。静岡県浜松市には瀬名を処刑した太刀を洗ったという太刀洗いの池の史跡があります。瀬名の血を洗った後、その池は赤く染まり、処刑から100年後の百年忌の法要が行われるまで染まったままだったと伝わります。瀬名の無念さが伝わってくる伝承ですね。今日の名言、戦いは非常さ。シャーアズナブル、機動戦士ガンダムより。次回の日本史漫画は非業の死を遂げた家康の息子松平信康の生涯。